レイフェイ。4つの特殊構えを使い連携を組み立て相手に攻め込んでいくレイフェイ。各構えごとに出せる技が変わっていくので、試合の状況をよく把握し、その場に合った構えで戦っていこう。ファイト3、レディーゴFight 3! Ready? Go! 相手の起き上がりに対し、少し下がってから涅槃式へ移行する。こうすることで、起き上がり上段攻撃をすかすことができる。そこに前走体を入れると、再びダウンを奪うことができるのだ。まずこの直後に出すザバン壁章、実はこれはヒットしてもその後こちら側が不利になってしまう技なのだ。次に直線的な攻撃をすると大抵下パンチなどで潰されてしまう。そこでザバン壁章後カトケンを出す。するとこのように相手の下パンチなどを透かしつつ打撃を当てることができる。そしてその後ここ式に移行し、相手に近づき攻撃を誘う。誘いに乗ってきた相手に対し一旦距離を置く。相手がその間合いを詰めてきたところにカウンターを当てる。そしてそのまま独立式へ。この構えを見て避けてきた相手に対しガードボタンで構えを解き投げを決めている。このように相手を翻弄させながらの戦いがレイフェイの基本となる。ファイト3、レディーゴー。飛脚をガードされた後は投げによる反撃が確定してしまうが、この場合は相手が打撃を出してきたのでうまく下パンチで潰し、そこから投天章を出している。これが正位置でカウンターヒットするとその後の連携が確定する。このコンボは足位置をしっかり確認することがポイントである。最後はこの涅槃式から出せる天津放水。これは相手の上中段パンチとキックをさばく効果がある。このような相手の反撃に対し非常に有効に使える技だ。